男女4人組バンド、世界の終わりのメンバー沙織34が、新型コロナウイルスの感染拡大で予定していた旅行をキャンセルしたことを明かすとともに、自身のライブをキャンセルされる状況を想像して、恐ろしくて震えると綴った。東京都と埼玉、千葉、神奈川3県への新型コロナ特別措置法に基づく緊急事態宣言再発令が週内に予定される中、沙織は5日、インスタグラムを更新。予定していた旅行をキャンセルしながら、もしも1週間前にお客さんのほとんどがライブをキャンセルしてきたら、どんな気分だろうか、と考えると、キャンセルされる側の胸中を推し量り、恐ろしくて震える。同じことを自分がしている。仕方ない。でもとても悲しい気分になるとやるせない思いを吐露した。ファンからは、今は、仕方ないですよね、我慢の時ですね、キャンセルした側もされた側もお互い、悲しいですよね、早くコロナ収まってほしいです。今年こそのライブできますように。切実といったコメントが寄せられた。